皆さこんにちはイマンですこの動画へようこそお越しくださいました皆様いつも本当にどうもありがとうございますいつも心から感謝をいたしております今は12月2日の午前11時過ぎでございます今回のテーマなんですけれども愉快なお仲間からのリクエストでございます例のねテーマにさせていただきました世にも恥ずかしいトルコ会見 まあ、トルコ会見ではないんですけれども、えー、トルコ行きのね、えー、会見その間の「えー、ーの「キー」に対する思いでございます、えー、愉快なお仲間はその時に「あ」の顔が赤くなっていたと <laughs> でまあそれがね多分イライラ」とか「怒り」とか「恥ずかしさ」とかねまあ本当にまああに私に言わせますと「愉快なお仲間からのお言葉をねお借りしますと」と我鍋に「とじぶた」ですよ ね、でも、まあ、あのその時の「あー」のキーに対する思いというのを見させていただこうと思います、はいえー、それでは早速ですがいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います始めさせていただきます <laughs> サクセスが逆。 まあ失敗ということでしょう。ね、私はそう思いますよ。ね、そう思います。で、えー、とこちらなんですけれども <laughs>、もうねあの、このカードの、ね、いつもご説明というかお話しさせていただきます意味ございますよね。カードが持っている意味。まあ、そこにポッポッポッとこう自分の浮かんでくるものを当てはめて、まあ、お話をさせていただき、今劇場が出来上がるわけなんですけども、まあ、今回もそれに沿って、あーに当てはめてスーッと呼ばせていただきますね。まあ、あのちょっとあの こういうことを言うと失礼なのではないかとか、そういうことを考えていると、あ,のあって突っかえますのであの、ちょっとごめんなさい。それもなしにさせていただきます。ね、ではちょっと自然に行かせていただきます。これね、あの会見が無駄になっている。<laughs> どんな意味で開いた会見なのか。会見そのものが失敗だと思うんですけれども、ね、あの日時といい、内容といい全てが。でも、まあ、その会、あにとっては、その会見が、まあ、キーのせいで無駄になっていると。 それからこの計画のもうね、計画というのはこの会見のことです。会見が脱線している、うん、そして停止するでそれが、えー、キ,キーの発言ということなんですけども、脱線しているとかまとまりがないとかそのせいで止まっているそれからその資料分別のなさというのが、まあ、さらに強まっているというかそういうふうな思い。 が出ています <laughs> もうちょっとあのどの口が言うっていうのは置いときましょうねそれを置いときましょうねそれから何か予見できない <laughs> この先は予言できないということは計画を立ててこうしましょうと言っていてもその通りにできないんですよねキーがだからもう予見できない事態が起こる、うん、でそのせいでこの計画が消えていってしまうっていうそういう思いですそれから、えーとねキー キーはもう本当失望それから自分にとっては期待外れの人でもうこれまでも散々失望と落胆というものがあってもう自分のキーに対する気持ちというのはブロックされているとそういうふうに出ていますちょっとどの口士が言うというのはちょっと置いときますよねちょっとやめてくださいよもうもう,やもうやっぱりこれ ということで、完全にこれね、もうカードに載ってますよ、これ。これ、性的な意味合いのカードです。うん。これで私はね、もう間違いなく来ているっていう感じがしますよ。これはね、あ、もうこの会見中にですか。え、これね、性的拒絶のカードです。もう、まあ、平たく言いますと、この女受け付けないと、こういう感じでしょうか。もう、ね。えー、っと、あとは、キーとの間の、 個人的な何か問題か性的な問題というのをこう思っています。それから、キーに対しては興味も関心もない。もう、ない。それから、うん精神的、まあ、もしくは肉体的、まあ、どちらか分からない、両方かもしれない。もうキーとは不一致と出ています。そういうことを思ってたんですね。まあ、あくまで占いですが。それから、この関係において、もう間違った期待を 自分にするなとそういうふうに思っていますそしてうもう全てが否定的なんですよ反対もう反対の状況そのように出てますこんなところでもこの性的なカードもうねやっぱりああですよオフィサーこれね ヒゲあるじゃないですか。このねこれまあ警察官みたいなオフィサーなんですけどもこれ自分ですよこれでちょっと待ってくださいそういうふうに見えるちょっとまあ結婚の意味もあるカードですけどもいやいやねほにねこれねあ髭があってちょっとりりしいじゃないですかこれ自分ですよ これね、キーを見ていて、もっと訓練。訓練が必要。何十年やってるんですか、あの記者会見。ねでも、もっと訓練が必要とか、筋道を立てろとか、もっとまとめて話せとか、なんかそういうことを思ってるんですよ。そして、何か、まあ、これ、ソートですので、考える。 思考のカードなので、おそらくこれ自分が考えているカードでもあるんで、カードなんですけれども、この場合は、もう頭をこう、ね、もうこう、頭を抱えて、もう、もっと考えろよって、あちゃーの感じですよ、これ。ああにあちゃーされるって、もう本当にね、もうこちらのあちゃーですよ、本当に。で、こちら。これは、もうキーの私的な、もうこれ私的っていうか知的なだと思いますよ、問題は。もうね、 キーが認められるものを超えて非難させるもう有罪なレベルだって出てるんですよそれはねあんたも同じやつ次いきますまたヒゲだおそらくこれ自分ですよでこちらはまあ不死だらの女でしょう Success in love 出ました Good lady あこ,こっては面白いこれはねあの自分と、ま、節田の女ですよ、ね、ああこれはあのキーですよでひげと節田の女過去のことなんですよこれもう何十年も前の「にちゃにちゃにたにた」の会見でももう何十年も前の募集会見ですよもうこれ恋愛の成功ですからでこの時点ではね この時点では「あ」は「キー」のことをあの「にちゃにちゃにたにた」会見も中のね昭和天皇の昭和天皇のですよあの時はもう愛想がいいもう愛想がいいなって愛想のいい子だと思っているそれから感傷、えー、的でう定説で、まあ、定説なんていう言葉は分かってるか分からないですけども、まあ、自分にね、まあ、忠実というかそんな感じが出てますよそこが気に入っていたんでしょうでこれまた出ましたよ これ婦人ですよママ必ず出るんですよ本当にママが好きだと思いますこれ出てるんですよこれねあーの何か楽しみとか喜びとか満足いやこれはねちょっとお話脱線しますが陛下の喜び満足それから楽しみというのとあーの喜び満足楽しみというのはもう全く違う世界のものですからね,ねそしたらこれは ののレベルの喜なん足、嫌な感じしませんかそういうのをなんかこのね連れている犬もねこれからもうあのとこ連れて行ってって感じがしますよね恐ろしいわーもうねえー、まあそれと直結している人物なんですよいつも何か自分を満足させてくれるもう本当に甘えかしてくれるって感じなんじゃないでしょうかで必要な時とか困っている時は必ずこのママを頼れば 必ず助けててくれるるとそう思ってるんですもうこれはね母性と古い知恵、まあ、古い悪知恵ですよで、ね、この今回はですよもうその象徴なんですなのでこの結婚助けてくれたのはママだっていうのが出てますねで今はっていうともうこれこれ死別の数ですよもうそれぐらいもう半置きに入れてもう埋めたいぐらいなんじゃないですか木今こそさよならを言う時だ <laughs> もうそう思ってるんですよキーのことを終わろうとしているとかね <laughs> あとそう状況は決着に近づいているとか、まあ、カードの意味ですけどねうん、まあ、より近づいたんでしょうこの会見で <laughs> そしてこれもうこれまでのようには続けられない苦痛でも現状もう再考しなければいけないってそう思ってるんですよほん本当に、えー、それはねもうあの「ハイマルしがら」にしてくださいよ うん。なるほど面白いもうね病気ね思ってます「あ」はあの時キーのことをまあなんか障害とか病状症状うんそれとかね発症とかね うん、もうとにかく障害病と思って見ているでこれ間違いない確実確信と思ってるんですよもう国民だと思ってますよそんなものあんたもやと <laughs> でこちら、えー、見込み見込みないですよ、うん、見込みなしと思ってるんですかね、うん、そんな感じですねはっきり出てますね、まあ、あれどう見ても普通じゃないですからね また出た。またまママ本当によく出ますよねママチアフンですあーこれね分かったママが上機嫌なんですよでこれは自分たちなんです要はママに忠実な姿なんですよなのでねおそらくあの会見というのはこのねママの指示による会見ですよおそらく ママは上機嫌だろうかって感じなんですよこんなあの会見で上機嫌なわけがないじゃないですか不思議ですね今回は今気づいたんですけどお金一枚も出てきませんねうん。あんなにお金ばっかりなのに次いきますクラウドツリー,ーよく出てますね よく出てます。もうね、これ、曇天ですよ。あの記者会見も、あの間、もう、ザーっと、もう、もう、曇天どころか、土砂降りだと思いますよ、これ。暴風雨でしょ。ね我々もね、あの、暴風雨、食らいましたよね。まあ、すみませんね、汚いお言葉になっていってね。ね申し訳ございません。でもね、どうもこの人たちを相手にすると、そうなるんですよね。うん、で一言で申しますと、あの時ね、あーはね、もうね、カオスだと思ってるんですよ、キーのことを。 もうカオスですよもうそれからはっきりしないともう何を言ってるのかもう分からない、うん、不明瞭こういう感じなんですよでああもうこのまま進めば問題ある出来事の予感もう <laughs> 予感どころがもうね今大変なことになってますよそれから混乱とか、うん、複雑 あの頭の中はもう実に単細胞なんですけど我々にすればあまりにも何が言いたいかよく分からなくて複雑なことになってますよね。あとね疑念もあるんですよね何か疑念何を疑念なんでしょうね本当にでこちらこれはもう一言ですこのカードの中にの意味の中にあるもうね一言もう忍耐と我慢してます忍耐我慢。 おそらくあの顔が赤くなったっていうのは私はねあまりにも気持ち悪くて一ノ瀬さんの出してくださっているショート動画しか見てないんですよでもあのこう全部でもね見られた辛抱強いお方であのご存知かもしれませんが赤くなっていたとすればこれねおそらくこれだと思いますよ忍耐我慢ですよ不屈の精神でいたんでしょうんにこちらが我慢ですよ よくこんなもの連れてきたもんだと思いますよ。よくあんたもここにいるもんだと思いますよ。で、こちらなんですけれども、これは <laughs> フィッシュ。こんなネガティブなカードの側にあると、もうね、手放すとか。首にするとかね、捨てるとか。まあ、よくても諦めるって、そんな感じでしょうか。あと、虫、ほったらかすとか。おざなりにするな、おざりにすると、こういう感じなんですよ。そんな気持ちなんでしょう。 あともう一つねこれねアル中の,あの飲酒癖みたいなそういう意味があるんですなのでおそらくまた今夜もお酒が進むとこういう感じでしょうねこれであの会見でねいやーもうやめときますもうこれ以上はいそれでは、まあ、このように出ておりました 本日もご覧くださりありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。